どうも皆さんこんにちは。そしてちょっと遅くなってしまったんですが、明けましておめでとうございます。前回 D750 と XT2 を使ってボケ対決っていう動画を作ってみたんですが、思っていた以上にその2機種の比較に興味があるという方が多かったので、今日もその2機種を使った比較をやっていこうと思います。今回は高感度テストをやってみました。高い ISO 値で撮影してどれぐらいのノイズが出るのかとか、どんな写りになるのかっていうのを見ていこうと思います。それからこれ毎回言っているんですけれども、このチャンネルでやっているテスト、がっつり精細なものではなくて、私が個人的にこれはどうなのかなと思ったことを試しているっていう軽い内容になってます。というわけで、細かい設定とかが気になる方には向かない内容になってると思うので、さらっと参考程度に流して見ていただけるといいんじゃないかなと思います。それではちょっと見ていきましょう。前回と同様、 D750 にはタムロン 35mmF1.8 のレンズ、そして XT2 には 23mmF1.4 のレンズをつけてあります。まずは JPEG での撮って出しを見比べていきます。こちら夜の公園なんですが、撮影をしている環境を iPhone の動画機能で撮りました。実際の暗さも今この画面でご覧いただいているぐらいの感じです。撮影データは左上の方に出ていますので、そちらをご覧ください。今ちょっとざっとご覧いただいたんですが、皆さんどんな風に思われたでしょうか。
私の場合はちょっと意外な結果に驚いたという感じです。 D750 はローライトでの撮影が得意なんていうような定評があったり、それからそもそもフルサイズセンサーだしということもあって、絶対に D750 の方がローライトでのパフォーマンスはもうこれぐらい差があって上なんじゃないかなと思っていたんですけれども、今回ちょっとテスト結果を見てみたところ、まあ思っていたようなこんな大きな差っていうのはないんじゃないかなというふうに思いました。もう一回ちょっとこちら詳しく見ていきましょう。まずはこちら ISO6400 のものを見てみます。パッと見 XT2 の方がコントラストが強いかなという感じなのと、黒つぶれしている部分が多いかなと思います。全体的に D750 の方が絵的に自然に見えますね。ちょっと拡大してみましょう。この頭の部分も XT2 の方がのっぺりしている感じがしますね。あとは背後の葉っぱなんですが、やっぱり XT2 の方が立体感に欠ける感じがします。こちら ISO12800 で撮ったものです。一見このサイズで見ると XT2 の方がコントラストがはっきりとしているせいか映りがいいように見える感じもあるんですが、こうやってよくよく見てみると D750 の方がノイジーに見えて、実は細かいところまで詳しく映っているのがよくわかります。XT2 の方は細かいところは省略してしまったっていう感じに見えませんか？今までご覧いただいた写真っていうのは JPEG で撮ったものだったんですが、それでは RAW で撮ったものはどういう風になるのかなということで、次は RAW で撮ったものをご覧いただきます。今ご覧いただいている画像は RAW ファイルを Lightroom に取り込んで、どちらも Adobe Standard というプロファイルに当てはめてあるもので、それ以上は触っていません。XT2 の方がノイズが目立って見えるものの大検討という感じで、さっきの JPEG の時のような塗り絵みたいなのっぺり感というものが大幅に軽減されているんじゃないかなと思います。そして次に2枚とも XT2 で撮った写真で JPEG と RAW を隣に並べて見てみましょう。こうやって見てみると、RAWの情報量の多さがわかりますね。前回の動画へのコメントで、普段ローライトでの撮影が多いんだけれども D750 と XT2 どっちがいいかなっていうような質問をいただいたのがきっかけで今回の動画を作ってみました。こうやってテストをしてみなくても、まあフルサイズセンサーに明るいレンズっていう組み合わせがやっぱりローライトでの撮影には一番適しているんじゃないかなということで、そういうふうにお返事したんですが、今回こうやってテストをしてみてもやっぱりそうだなというふうに思いました。ちなみに私の場合は暗いところで撮影をするシチュエーションといえば長秒露光で風景撮影っていうことがほとんどなので、今回のテストみたいに ISO をガンガンに上げて高感度撮影するっていうようなシチュエーションはほとんどないんですね。というわけで XT2 を買う時にもこの高感度についてはほとんど気にしていなかったという感じで、実際にどれぐらいまで ISO が上げられるのかっていうのもチェックしてませんでした。まあでもこうやってテストする機会があって、思っていたよりも XT2 のローライトでのパフォーマンスが良かったということで、ちょっと嬉しい気がしています。さて、それではテスト結果についてはこれぐらいにしておいて、今から XT2 に関する雑談をしていきます。先日コメントで X Pro 2ではなくて XT2 を選んだ理由は何ですかっていうような内容が来たので、今からそれについてお話ししていきます。この2機種よく似ているということで迷う方も多いと思うんですが、私の場合は1回もこの2機種迷うことはなかったんです。 X Pro 2はそもそも私の選択肢の中にはなかったんです。っていうのも、この背面スクリーン、この背面スクリーンがチルト式じゃないんですよ。今まで D750 を使ってきてチルトスクリーンにすっかり慣れてしまっているので、今更チルトスクリーンじゃないカメラはちょっとというふうに敬遠してしまうんです。
それから X Pro 2では 4K 動画の撮影できないんですが、 XT2 では 4K 動画の撮影ができます。今すぐ私が 4K 動画を撮影したい、使いたいっていう、そういうわけではなくて、この2機種同じような価格帯なんですよ。ということで、一つ機能がついているのであれば、そのついているに越したことはないかなというふうに思っています。さて、最近 XT2 で撮った写真はこんな感じで Instagram の方にアップしていってます。 XT2 で撮ったものにはフジフィルム XT2 とか、あのフジフィルムっていうようなハッシュタグをつけてあります。ちなみに D750 で撮ったものには D750 っていうハッシュタグがついてます。 23mm と 56mm の単焦点レンズを使っているんですけれども、最近 56mm がかなりお気に入りになっています。 23mm ももちろん使っているんですが、 56mm のちょっとした圧縮感っていうのが新鮮で、今はなるべく 56mm で撮りたいかなという気分です。この 56mm はいわゆるポートレートレンズというふうに言われているものなんですが、私は普通にスナップ用のレンズとして使っています。 56mm を使って撮った写真はこんな感じです。それでは今回はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからこのチャンネルのツイッターやインスタグラムもありますので、よかったらチェックしてみてください。それぞれのリンクはこの動画の説明欄の方に載せておきます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。